赤木さん。はいはい。ヘビーアーマーが買えるって聞いたんだけど買える？どうでした？ヘビーアーマー？うん。なんか警察から買えるって聞いたよ。いや、買えないんですよ。買えないの？犯罪歴云々というよりはギャングの方にはお売りできないんですよ。あれはあれ。走るちゃん。ごめんね、走るでもかわいい。走るでもね、走るちゃんでもそう。つったね、どんだけ走るちゃんが可愛くてもダメなんだ。こんなに走る可愛いのにダメなんだ。そうなんだ、こんだけ可愛くてもね、俺がキュンキュンしてもダメなんだ。そんな。ねえ、レン君ダメかい？いやーね、じゃあ俺これあげるから。何？うわ、走るの大好物オムライスだ。なんてこった。ねえねえ、ごめんね、あげれないんだって。ねえ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 、あーまあ欲しいよ。中場先輩、あーまあ欲しいよ。ガチで回ってる。ねえねえ、中場先輩ダメかな。いや、わかるよ、ゲイク。ダメかな。わかるよ、お前の気持ちわかるよ。この子にあげちゃダメですか。あーまあ欲しいな。ダメ、ダメかな。怒られちゃうね。いやもうね、走る弱いんだ。そんな走る弱いんだ。正直もうね、10個でも20個でもあげたくなるんだよ。走る弱き生き物なんだ。おじゃん、ザコザコ。なんか知らん、おさんとってった。走る7歳だからわかんないな。ダメ。ちゃんと走るちゃんの面倒、こんな寒い雨の中一人でいるんだから面倒見てあげるんだぞ。逃げた。あー、行っちゃった。ごめんね。あげたいんだけどね。もうめちゃめちゃあげたいんだよ、俺だって。ねえ、ダメかな。ほら、傘差してあげるから。あー、優しいお兄さんだ。お入り。